はい、704回始めたいと思います。1月24日でございます。あ、間違った。705回かな。あれ、いや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 、ごめんなさい。多分705回、です。すいませんね、深夜。週刊女性プライムからですね、女性の孤独死が増えてますっていうことで、なってるんですけど、705回。またやっちまった。705回。多分ね。本当合ってんのかなこれ。で、週刊女性プライム、まあ孤独死っていうとね、男性が多いんですよ。うん、ですけど、まあ比率にして男女比、8人ぐらいで男性多いんですけど、まあ2割でもね、女性の孤独死もそれなりにあると、いうことで、まあ孤独死の現場っていうのはどこもね、ゴミにあふれて結構豪産、悲惨。腐敗が進んでたりね、腐乱してたり、っていうことです。年々孤独死が増えていることを実感しますと、実際遺体の腐敗や腐乱でダメージを受けた部屋の原状回復を行う特殊清掃業者さんの数は確実に増えてますっていうことで、そう話すのは孤独死に関する取材に取り組むノンフィクション作家菅野久美子さん、コロナ禍で増加して孤独死後の、放置ということで、まあ、コロナ禍で孤独死は、まあ、増えてますよということですね。コロナ禍で、孤独死の背景には貧困があるのかということね。確かに貧困もあるけども、孤独死された方、経済的な、困窮が見受けられるケースは少なくなく、まあ、貧困は孤独死の原因の一つではありますと、ただそれよりも、この取材している方、久美子さんに言わせると、ある程度貯金をお持ちだったり、高級マンションで暮らしていたりと、中間層や若い方の孤独死が増えている印象がありますということですね。それほど日本では孤立や孤独が進んでいるのだと思いますということを言ってます。私もね、このチャンネル通じてもう最初からずっと昔から言ってますよ。孤独はいいと、孤立はまずいと、まあ、孤独って言ったらね、まあ何度も言ってますけど、私今この廃屋で深夜2時半ぐらいですよ。一人でおっちゃんが田舎の、もう本当にね、電気ガス水道もないところで喋ってるところあたりから私孤独ですよね、もうすでにね、誰もいない深夜一軒家ですよ、田舎の。一人寂しく喋ってるんですよ、こうやってカメラ自分に向けて。孤独ですよ私。家族いてもですよ、奥さん子供いても孤独なんですよこれ。ただ孤立はしてないと私は、奥さんはいるし子供もいるしね、社会ともなんとかつながり多少あるから、いうことで、孤立っていうのはね、本当にね、いろんな意味でよくない。お金持ってたって孤立してたらね、パタンと死んだら孤独死ですからねこれ、いわゆる、孤独死っていうのはよくないと。孤立死でいいんじゃないですか、孤立死、どっちかって言ったら、いくらお金持って高級マンションタワマンに住んでて一人でね、一人暮らししてても、パタッとお風呂で倒れたらそのまんまね、何週間も社会とつながりなかったら、孤立してたら見つけられないですから、腐敗は進むしね、ペットとか飼ってたらペットも餓死するしね、いくらお金あったって。本当に社会から孤立してるっていうのはもう本当にね、問題なんですよ。何らかでつながってないと、で、孤独死の背景にあるのは周囲からの孤立っていうことね、言ってます。生涯未婚率は右肩上がり、もう未婚率上がる、まあ、女性も男性もですよ。単身世帯 の増加と比例して、孤独死が増えるであろうということは想像に難くないと。その通り、もう想像しなくたってこれからどんどん増えてきますよ、で、これまで焦点ね、男性の孤独死、当てられてましたけども、これから女性もね、もう本当単身高齢者、女性の一人暮らし、どんどん増えていきますから、いわゆる孤独死ね、私は孤立死と命名したいですけど、孤立死増えていくんじゃないですか。一つでも世の中とつながりを持ち続けるということね。それ、まあ世の中っていうのは奥さんいるでもいいんですよ、子供いると思う。奥さんいなくたって子供がいるとかね、多少自分のこと誰か気にかけてくれてると、もう3日1週間連絡取れないっていうだけで心配してくれる人が一人はいると。それが民生委員の方とか行政の人でもいいし、
近所の隣近所でもいいし、会社の人でもいいしね、うん、で今会社関係、これがね、私も正社員じゃないんですけども、例えばアルバイトとかね、非正規雇用、契約社員の人なんか、ある日来なくなりましたって言ってね、やっぱり、ああ、ばっくれたのねみたいなね、もうあの人来ないのね、電話しても繋がんないしみたいな、家まで見に来てくれないというね、本当に、うん、非正規雇用だと。正規雇用だと、まあ一回休んだだけで連絡取れなくなったら、誰かが多分、家に来てくれますよ。うん。非正規だとね、アルバイト、パートの人とかはね、ああ、あの人もうばっくれたのねみたいな感じで、放置プレイになって、いや、実はもう風呂場で倒れて、または脳梗塞とか脳卒中とかでね、うん、倒れてた、そのまま死んでたっていうケースがあるんでね、働いてるからってね、その会社、何なりが気にかけてくれるかっていうのは分からないってことですね。で女性の場合、これね、非正規雇用多いですから、うん、そういうパターンもあるんで、っていうことです。あと、比較的女性に多いのは、寂しさのあまり複数のペットを飼ってる場合ね、で、ご遺体とともに餓死したペットが見つかることも多いと、うん、猫は共食いもあると、うん、いうんで、複数飼いの場合は、その現場は想像を絶しますということでね、で飼ってた複数の猫が共食いしてるというね、いうちょっとすごいですね。まあ、孤独死は男女比で言ったら8人で男性の方が圧倒的に多いと。孤独死する人は単身や離婚経験者、離婚後の男性が多いと。女性も離婚や恋愛などダメージを受けてセルフネグレクトに陥ってしまうケースも後が立ちませんと。孤独死の現場で社会から孤立したプロセスを知ると胸が締め付けられると、うん、一人暮らしの場合は年齢に関係なく親戚や近所の方など行政に気にかけてもらえる存在でいることが大切だと思いますということですね。発見は刺繍によることが多いのですが、郵便受けにハガキや新聞が溢れていることがきっかけになることもあると。何かしら世の中とのつながりを持っていくといいということ、うん、その通り。この女性の、ね、ジャーナリスト菅野さんが見た孤独死の現場ということで、集合住宅の上階から上の階ね、例えばアパート、マンションの8階ぐらいから次第に降りれなくなったと、うん、60代の女性、エレベーターまで行けないとかね、もう体が動かなくて、うん、エレベーターのない団地で家族で過ごしてたが、これはエレベーターのないね、旧式のって言ったらあれですけど、まあ公団とかね、市営住宅とかでしょう、エレベーターのない4階建ての建物で暮らしてたが、離婚し、子供は独立と、自宅は、団地の上階、4階とか5階にあり、足の怪我もあって、どんどん出歩かなくなってたと、階段降りるのも大変になってね、それで、命を落としてしまうと、もうエレベーターがないっていうだけでね、あと一家で孤立して、熱中症でみんなで命を落とすとかね、一家で孤立してたら、お父さん、お母さん、まあ、50代、60代、70代とか言ってね、もう熱中症で1人倒れ、2人倒れみたいなね、みんな孤立したために、でその家族もろともね、社会とのつながりがなかったりなんかしたらね、みんな年金生活所とかでね、その場合、発見が遅れて腐敗が進むと、遺体のね、うん、あと高級マンションでも60代の人、まさかの孤独死と、3LDK 高級マンション、数匹の犬や猫と暮らし、唯一の母親、唯一の親族である妹とは20年以上音信不通、周囲と遮断されたマンションで死後半年以上経って発見されると、ペットは餓死、ということですね。いうことで、別にお金があるからって言ってね、孤独死しないっていうわけじゃないと、やっぱりお金があってもなくても、うん、社会との接点っていうのはね、いくつか持っていくべきだと。一つじゃ、うん、あれですね、もし特に単身の世帯の場合、特に本当に人間なんかいつ倒れるかわからないんだから、うん、私ももうアラビフになってね、もうすぐもう50歳ですよ、いつバタッと倒れても、今日寝て明日の朝起きたと思ったらバタッと倒れてね、そのままあの世っていうのも考えられなくもないんでね、そういったケース多々見ていますんでね、周りで、うん、あとお風呂場でのヒートショックとかね、ありますよ。もう普通に若い人だってなるんだから、
今日なんかね大寒波来てね寒いですからね、その寒暖差で、うん、浴槽内というね、あの外の寒暖差でねやられちゃいますよ、うん、もっと言うと今日1日だけで多分日本全国で言ったら数人あのヒートショックで倒れて死んでると思いますよ。そういう世の中なんでね、あやっぱりね社会と、うん、今死んだら私見つけられるのかどうかっていうのね自問自答して、まあ死んだ後腐敗しても構わねえよ、腐乱しても構わねえよ、他人に迷惑かけても構わねえよっていうぐらい人はこれもう手つけられないですけどね、普通はそうなりたくないですからね。そうなりたくないんであれば、あのやっぱり社会との接点、うん、嫌でもね、いくつか持ってた方がいいと思いますよ。ということでね、合算ですから孤独死の現場っていうのは、はい、705回またねちょっと暗い話しました。よろしくお願いします。失礼します。